赤橋瀬尾赤橋ジョジョシティーリーあ、ラーメン大大盛り店です、うん、こちらのラーメン大さんはですね、うん、大田区にあるんですけども、ちょっと、うん、伝説のラーメン大というところですね、まあ、一応あの大森駅ではなく、うん、平和島駅という平和島京急ですね、ボートで何があるかというとですね、うん、私が昨年、うん、総合優勝とさせていただきました自家製麺大蛇というお店があったんです、うん、はいはいはい、そこのマスターが、うん、この大の前身となるですね、うんうんうん、だんだんというお店で店長をされてたんですね。なので、うん、あのマスターがいたお店ということでね、で、なんとその時あのマスターなんか12時間取られてて、うん、サイボーグ店主だったらしいです。そんな言われ方すんだ、あの知る人ぞ知る立地のラーメン台なんですね、何が違うのかちょっと見ていきますけども、はい、メニューは、醤油と塩ラーメンあって、うん、油そば、黒にんにく、つけ、赤、煮干しなど、うんうん、まあ、普通のラーメン台にあるメニューかなとは思います。はいはいはい。はい、で、一応私は今回、ラーメン台の、うん、醤油、はいはい、ね、ラーメン台に行ってラーメン台を頼むという。まさしく。まさしくね、ちょっとやっちゃいましたけども、さ、どんなのが来るかっていうと、こんなんです。おいおいおい。と来ましたね。全部マシマシにして、うん、まあ、チャーシューを買ってるんですけども、はいはい、なんか、こういう島あるよ、ね。いや、そうね。なんか、ね。雪山のようである。伊黄島とかなんか、感じな気がする。そんなところでですね、豚はデフォ2枚追加で、5枚となりますね。うん、入っておりますが、はい、こちらね、ニンニクがですね、マシマシの時点で、まあ、デフォで1個入るの、はい、で、マシマシでさらに2杯ということで、3杯入るんですね。なるほど。わかりやすいね。わかりやすいです。はい。で、今回テーブルで、使いさせていただいたんですが、うん、カウンターまで自分で取りに行くのでね。あ、こぼさないでくださいね。これ、カウンターまで取りに行くの大変だわ。気をつけてください。はい。私でもちょっとふらつきましたね。さあ、豚ですね。これ、久しぶりに来ました。スリム豚です、うん。食べやすい。あー、うなずいて食べられますね。うん、ちょっと赤身の部分が多いんで、うん、まあ、腕肉かな、うんうん、腕豚ですね、でも極厚だけがね、うん、非常に美味しい豚とは限らないんでね、はいはいはい、あの女性やお子様でもすぐ一口で食べやすいチャーシュー的な豚でございます、うん、はい、あらまあこりゃ、いや、これですわ、ラーメン大といえば、うん、この油の量ですね、うん、一瞬ツナマヨのようにねちょっと見えますけども、うん、ツナマヨね、ツナマヨかかってるようにね、でこれはね、あの大蛇さんの油とは全然違いましたね、うん、やっぱり。ああ、なるほど。大寄りですね、やっぱり。まあでも、そうですよね。全身、ちょっとややこしいな。まあそうね。うん、いたといえばいた。いた、いたってことだけですよね、要は。でも、その時の別のスタッフさんが引き継いだ時に、うん、その人はラーメン大の人が、ああ、引き継いだらしい。なるほどね。ええー。なるほど、ちょっと DNA は入ってる、そう、ちょっと入ってるような気もしますよ、スープにね浮いた油をバシャバシャかけて、はい、なくなったらこう再度セルフ補充ができるのを、ね、こうやってね、ちょっともやしが長い、長い、ね、もやしをすするような食べ方ですね、さあスープですね、うん、非乳化だな、うん、スタンダードな、すっきりとした、うん、飲み口が、こんだけ油があったらね、あ、相性もね、そう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 、うん、いい感じ、あ、結構熱々ですよ、ね、あ、なるほど、はい、で、うん、液体油がやっぱりこうあシュワッと乗ってるんで、はいはい、あの油が上から蓋をするんでね、うん、熱さがキープされます、はいはい、はい、といったところで飲んでいきますが、うん、おお、ちょっとね、iPhone 12がね天井取りたがっちゃって、知らない天井だ、すいません、あ、エヴァのね、3話かな、2話か3話ですね、ニコニコと食べていきます、絵文字ちっちゃもっとあったの表現、ということで麺に行きましょうね、はい、これがですね、うん、200、300、400ということで、うん、波が 200g の二郎系ってなかなかないですよ、少ないですね、はい、波だと、まあ、中だともうプラス100円になるんで、あ、はい、ちょっとライトめな、そうです、うん、思ったより硬いんですね、うんうん、これはシコシコ革麺ということで、シコ革ね、シコ革、別のラーメン大さんよりもちょっと麺に特徴があるかな、ほう、あの本店とかよりも全然硬いです、へえ、はい、さあ先ほどのニンニクね、うん、3杯分いきましたね、いやシャワー浴びる回数が増えちゃいましたこれね、ね、なんと引き上げていきま
ましたが、うん、辛さはこれ控えめです、ねはいはい、なので、まあ、ちょっとニンニクを思いっきり強めにしたいなって時はマシマシにしていいと思いますよ。なるほど。いつも迷ってる人は迷う人いると思うんで、うん、どうしようかな。恐れるなとマシマシよ。へい、大蛇のニンニクの方が粒がでかくて破壊力マシマシでした、うんはいはいはい、だまあ群馬に行ってちょっとニンニク変えたのかもしれないですね、うん、なるほど。へい、でちなみにラーメン台には黒ニンニクラーメンという先ほどねちょっと券売機で見せましたが、はいはい、あるんですが、うん、黒ニンニクという名前、うんよりもですね実はマイルドなんで、うん、なんか強そうですね。そうそう、うん、あのニンニク値を抑えたい人は黒ニンニク、逆なんですね。逆なんです。うん、食べてもいいかもしれないです。はい、さあ来ました、ラーメンタレですはい、ね、返しではないラーメンタレ、はい、これはね、うん、4.4 いやーやや辛ですね。タレですもんね。タレです、うん、へい、ちょっとお酒っぽい、はあ、みりんとかかな、そうそうそういう香りがしたんで、はあ、なんか鼻から突き抜けるしょっぱさ楽しめますよ、はあはあね、でやっぱりスープが、うん、やっぱ優しめなんで、うん、ここにこの濃いめのやつをかけると全然違う味になるんで、全然違うくなるんですか。全然違うくなります、かけすぎちょっと注意と言っておきましょう、はいはいはい、さあそして最後はね大蛇との関連性なんですが、うん、学者っぽいな、なんか、ま、なんだ、ほとんど共通点が見つけられませんでした。全然違うお店、うんうん、ですが、うん、両店舗ともですね、うん、油そばがあるんですね。ほう、これはちょっとラーメン大さんと少しばかり何か名残があるんじゃないかな、うん、なるほど。それ以外はもう完全に関わりのない結構名前出したけど関わりないんですね。関わり結局いたっていう、全然ないです。はい、完全オリジナルが大蛇さんということで、はい、88.6 です、はい、なるほど。こう名前出した割に最後にね、はい、関わりないって断言されるとは無関係です。無関係でしたか。完全に関係なかったです。サイボーグ天使さんがいらっしゃっただけ。サイボーグ天使は昔、はい、そのしかも大蛇ではなく、大蛇ではなく、ダンダンです。その場所に、場所にいたんですはい、ダンダンにいたんです。なるほどね、ということですね。いろんな方がこのラーメン大を食べに来ると思ってたんだけど、うん、ちょっと工事の現場が近くにあって、やっぱこうムキムキな方がいっぱいいらっしゃってたんだけど、はいはいはい、女性がねなんか1人2人、うん、3人くらいいらっしゃったんですよ、うん、全員出てから、うん、その、お父さんたちが、うん、あれ、うん、女性も来るんかいっつって、うん、店員さんに聞いてたんですけど、うん、最近多いんですよそういう街のねほのぼのするね、ほのぼの会話も聞こえるというです、ね、とても入りやすいお店じゃないですか。それを全部盗み聞いてたんですね君の悪い。ちょっと待って、聞こえるか。君の悪い。聞こえちゃうか。一人で。いや、まあ、それだけですね。平和なお店だということなんですね。おいしょー。ねえ、ラーメン代。まあ、店舗的には大盛り店ということでね。はい、マシマシレームは大盛りな感じになりました。もう一番ベタだ。ベタですけども。皆さんもね、ラーメン代を見て行ってみてくださいね。はい。ガルシャンス、はい。Thank you.